はい、皆さん、こんにちは。UD トークラジオ、始まりました。ちょっとね、前回の UD トークラジオから、あの、間は空いた感じはありますが、はい、皆さん、お元気でしたでしょうか。とは言ってもですね、えー、UD トークのレクチャー動画をですね、あのー、5本もアップしています。で、あのー、今回アップした5本はですね、まあ、偶然ってわけじゃないんですけども、結構外部のアプリとか、外部のデバイス、外,外部のデータと、こう、連携するようなことが多いのでね、 ちょっとこう、使い方のヒントになった方もね、結構いるんじゃないかなと思ったりとかします。まあ、その辺を少しね、振り返ってみていきたいなと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、61回ですね。第61回。えっ、ー、と、キーノートの新機能と UD トークの組み合わせがすごいってやつですけども、これはね、本当に僕すごいと思うんですよ。えっ、ー、と、プレゼンの中にライブカメラを取り込める機能がね、あの、キーノートについたんですよね。 あの、まあ、あキーノートっていうのは、あの、Mac で使うですね、プレゼンのソフトなんですけども、あのー、これでカメラが取り込めることによって、あの、もちろん自分の顔とかを入れてもいいんですけども、あの、キャプチャーデバイスとかを使って、あの、UD トークの画面も取り込めるんですよね。ってことは、字幕付きプレゼンがですね、できてしまうという感じです。はい。 あの、しかも自分の好きな位置に配置ができるので、あの、工夫次第ではですね、すごいインタラクティブなプレゼンができるのかなと。それでも最近はオンラインでプレゼンするときなんかね、あのー、こう、一個にまとまってると非常に見やすいわけですよ。うん、なので字幕なんかも、その、この機能を使って、あの、いい位置に配置して、プレゼンをしたりとかね、工夫ができるんじゃないかなと思います。 ぜひね、あの、マックをお持ちの方は試していただけるといいんじゃないかなと思います。はい。それで第62回ですね。これがね、すごいんですよ。透明ディスプレイ。あの、結構、あのネットのニュースなんかにでも出てるですね。あの、そういう、えっ、ー、と、ハードウェアですね。あの、それですね。あの、まあ、今、クラウドファンディングの方で、あの、 そういう企画が始まって、購入する企画が始まっていて、まあ、早速僕も一つあの購入したんですけども、あの、まあ、来るのはちょっと来年ぐらいにはなるんですが、そしたらあのメーカーの方とお話が進んでですね、ちょっと来月ぐらいからデモ機が借りれることになってですね、それであの、実際にもうデモ機で試してみたんですけども、もう UD トークが見事に繋がるんですよ。ただちょっとね、USB のタイプ C のタイプ、 iPad Pro とか iPad Air とかですねそういうものになるんですけどももうケーブル1本つなぐだけで透明ディスプレイに字幕が出てくるというですねもうすごいんですこれがうんなのであのー、これは実際にデモ機が借りれるのとですねえっ、ー、とあとはえっ、ー、と本物がですね販売されるのをですねすごい楽しみにしていますで現在ですねユリトークの契約者向けにですねちょっとこの実証実験に あの、協力していただけないかってことで打診をしております。あの、いくつかのところからは、あの、レスポンスが来てますので、ね、そのことも、それらも、ちょっとこれから、えっと、ま、レポートみたいな形で出していけたらいいかなと思っております。まあ、実証実験じゃないですね。もう、あの、製品としても販売するし、UD トーク自体はもう、実用化されているので、そことの組み合わせで、あの、より良くしていきましょうっていうふうな感じになります。なので、もう、実運用込みでですね、まあ、販売も開始しますので、 あの、これは本当にお楽しみにということで。まあちょっと価格的にはですね、あの、少し高いとは思うんですけども、あの、これのデバイスがこの価格で買えるのかって考えると結構ね、僕は安いんじゃないかなと思います。はい。なので、あの、まあ、団体とかね、グループで買っていただけるといいかなと思います。はい。で、えー、っと、63回がですね、字幕データを検索するというアプリをリリースしました。もうこれはですね、結構構想は前からしていたんですけども、 あのー、なかなかですね、ちょっとアプリを作る時間がなくて、あの、まあ、アプリといってもウェブアプリなんですけども、あのー、まあ、あのー、作ってました。 えっと、これはですね、まあ、何をするアプリかというと、あの、字幕データですよね。なんか僕はもうどうしてもその、日本語の話に日本語の字幕っていうのが、もう、聴覚障害者のためだよ、みたいな感じで、限定的に考えている部署とか、セクションとかが大嫌いなんですよ。<laughs> なので、あのー、今ね、本当に人気 YouTuber なんかは大体字幕付けて出してるし、字幕を提供するというのは、一つのサービスなんですよね。コンテンツに対する。 あのそうなってくるとあのもう日本語字幕は当たり前に日本語のコンテンツについていてそれを見るのは聴覚障害がある方だけではないとむしろあの皆さん <laughs> 便利に使えるあの情報だしもう本当にサービスの一環なんですよね。で、まあ、そう考えた時にあのリアルタイムで字幕を提供するだけで終わってしまってはちょっともったいないしでもまあそれを。 あのー、どういうことに使えるかってことの提案をしていくことも大事かなと思うんですよね。うん、そこであのー、まあ、常々ずっと僕が割とユーリトークの説明会とか講習会とかで言ってるのが、あのー、動画とか音声の頭出しとか検索ができますよって話をしてるんですよね。ユーリトークはあの C S V データでですね、何時何分に喋ったっていうことが全部取れるんですよ。そうするとあの認識結果を 文字で検すよね。あのー、やっぱりそのデータ音声データ動画データって溜めとおくだけだったら何の価値も実はないんですよデータというのは検索できて初めて価値が生まれるので UD、うん、トークの結果音声認識の結果で頭出しができて検索ができるとなってくるともうその溜め込んでいた音声とか動画にすごい資産価値が生まれるんですよね なので、それができるアプリになります。まあ、あの、究極のエゴサーチと言ってもいいですよね。まあ、そういうふうに言ってる人もいました。例えば、大きなカンファレンスなんかで動画と字幕を全部突っ込んでおくと、自分の関わっているプロジェクトが、実は他のところでも、あの、喋られていたってことがですね、これで検索することができます。あの、現在ですね、 いろんなカテゴリーであのコンテンツを提供していただいてやっております。はい。あのなので、ちょっとね、見ていただけると。もちろん、この UD トークの動画も全部そこに登録してあるので、UD トークの動画、もう数増えてきて、どこで何喋ってるかわからないですよね。自分でもわからないのであの、検索するとですね、出てきますので、まあ、まあ、便利な検索サービスとしてもお使いいただけるといいかなと思いますあの。こうやってデータの活用という点でもですね、結構この全文記録っていうのは、これから考えていける。 とこななのかなと思っています、はい、じゃあ64回、えーと。公開辞書の選択と、まあ、録音のオンオフが手早くできます、まあ。これはね、ちょっとアプリの機能になっていくんですけども、この公開辞書っていうのがですね、結構これから重要になってくるのかなと思ってるんですよね。あの、UD トークはみんなで作るっていうコンセプトがあるんですよ。 あのご認識の訂正にしてもあの編集権限を全員に公開ができるのであの本当にもう何十人とかで一気に編集してもらっても構わないわけなんですよ。はい、でそうなってくると単語登録のデータですよね。こういうのも,もうみんなで作るというコンセプトでやってもいいんじゃないかなと。しかもすごいローカルな辞書を作ればそこに住んでる方たちがですね便利に使えると,、えーとまあ。あと分野もそうですよね。 だ特定の分野のところで、えっ、ー、と、専門用語を登録すれば活用ができるということです。で、あのー、今、ユーザーさんからもいくつか、えっ、ー、と、提供いただいてですね、あのー、参加産婦人科辞書なんかも今公開しています。あとは、その、地域限定の、えっ、ー、と、辞書なんかもね、提供していただいているので、あのー、まあ、今はまだ、あのー、 ペー,ジでページで選べるぐらいの数になってるんですけども、これちょっと数増えてきたら、あのカテゴリー分けとかしたりとかですね、アプリの中で公式公開辞書を選択できる機能なんかもちょっとつけてみたいなと思っていますので、はい、ぜひね、あの、ご利用いただければいいかなと思います。あの、公開辞書の機能自体は皆さん本当に手軽に使えるので、 あの、グループ全員で、あの、同じ単語を共有したいとかですね。あのー、まあ、ちょっと、アカウントで、アカウントの管理はもちろん自分でやるんで、中身は見られたくないけども、単語辞書だけ、こう、渡して共有してもらいたいみたいな感じの用途で、ね、ぴったりなので、ぜひね、ちょっとマニュアルも、あのえっ、ー、と、解説動画も作ってありますので、それ見ていただければいいかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、第65回。 えっと、ブルーっていうね、字幕を作るアプリがあるんですけども、あの、それとの連携の、えっ、ー、と、ちょっと動画をね、アップさせてもらいました。はい。えっ、ー、と、まあ。 最終的には動画に字幕がつけばいいと思うので、あの、まあ、楽な方法でできればいいですよね。あの、もちろんブリュー単体でもですね、字幕すごく簡単にできるんですけども、これに UD トークのデータをですね、食わせることもできるので、まあ、より早く、えっ、ー、と、字幕が作れればいいかなと思います。やっぱりその UD トークの音声認識の結果は、単語登録ができて、固有名詞に強いというメリットがあります。まあ、短いやつだったらですね、編集しちゃえばいいんですけども、まあ、1時間でずーっと と連呼し続けるようなのがあったらやっぱり大変ですよね。はい。なのでそういう使い分けもできると思いますので、ぜひね、あの動画見ていただいてコラボしていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、あの UD トークはね、アプリ単体だけではなくて、こうやって、えっ、ー、と、外部のデバイスとかとの連携もですね、これから力を入れていくとこではあると思いますので、ぜひそのあたりね、チェックしていただければいいかなと思います。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。さよなら。